溝の口駅は神奈川県川崎市高津区溝の口2丁目にある東急電鉄の駅である。当駅には線路名称において田園都市線1路線のみが乗り入れているが、当駅から二子玉川駅までの複々線を利用して田園都市線の列車と大井町線の列車が乗り入れており、それぞれ別路線として案内されている。 そして当駅が大井町線の終点として扱われている。駅番号についても、田園都市線と大井町線で個別で与えられ、前車は DT10、後車は OM16 である。また、当駅は東日本旅客鉄道南部線の武蔵溝の口駅と隣接する乗り換え駅であり、相互間の乗り換え客も多い。また、一部区間で連絡運輸の取扱いを行っている。 両駅及び駅南東側の再開発地区は、キラリデッキという愛称のペデストリアンデッキで結ばれており、東口、南口のどちらからでも地上に降りることなく、JR 駅と往来できる。駅長所在駅であり、溝の口管内として西新地駅梶谷駅間を管理している。現在の溝の口管内にあたる各駅は、2009年9月30日まで、 二子玉川駅所管の二子玉川管内の一部であった。高津区役所の最寄り駅であり、商業、行政ともに高津区の中心となっている。島式ホーム2面4線を有する高架駅。外側の1.4番線が、田園都市線、2.3番線に、大井町線が発着する。梶じよりに、大井町線用の引上げ線を2線設置しているが、車止めは設置されず、 そのまま、田園都市線の線路に通じており、大井町線の車両を改装する際に使用している。改札口は、正面改札と南改札の2カ所で、共にエレベーターとエスカレーターを併設している。トイレは改札内にある。改良工事前は、相対式ホーム2面2線で、長津田方面を1番線、渋谷方面を2番線としていた。また、改良工事が進展してから、 大井町線が延伸するまでは上り一面二線下り一面一線の二面三線となり朝ラッシュ時に上り列車が交互に発着していた。田園都市線詐欺沼方面と大井町線を相互に直通する列車は当駅前後では田園都市線列車としての運転となるため田園都市線のホームに発着し急行も含めて二子玉川西新地間で大井町線との点線を 行う2008年7月26日まで田園都市線、下りホームは2番線を使用していたが、工事の進展により、翌27日から1番線の使用を開始した。以前はまだ付設されていなかった1番線の線路時期のスペースを利用して3つの店舗を設置していたが、2007年3月末をもってすべて閉店した。2009年7月11日から、 二子玉川東駅間への大井町線の乗り入れにより、同線の交車専用ホームとして2番線の使用も再開された。なお前述した通り、同線の列車の内田園都市線の詐欺沼方面と直通する列車などに限り、延伸後も引き続き同線のホームを使用している。改良工事に入ってから新設された4番線は、2009年6月14日までは、 平日朝間のみ使用され、梶ヶ谷駅で急行もしくは準急を退避した確定が到着するが、これは3番線に停車中の全列車である、急行、準急に追いついてしまうため、効率的な発着を目的とするものであった。2面2線のホームでは、後続の確定が本線上で信号待ちを強いられるため遅延の原因となっていたが、4番線への入場信号を開けておくことで、 先発した急行、準急の出発と後続確定の到着が同時に行えるようになり、多少なりとも遅延の解消に寄与していた。また、混雑均等化のためこの状況で確定と、準急、急行が並んだ場合、確定は先行の準急、急行が発射するまでドアを開けないようにしていた。また、逆に、準急、急行が先行の確定に追いついて並んだ場合も、 先行確定に対して同様の対処を行っていた。そして、翌15日から、電源都市線は4番線が本線となり、3番線は朝の休行準休と夜間の大井町線留置の仕様となった。なお、大井町線の乗り入れに合わせて、これらの取り扱いは、乗り入れ前日の同年7月10日で廃止された。 飲食店2020年度の1日平均乗降人員は以下の通りである。近年の1日平均乗降人員推移は下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。ありがとうございます。